警察よりの、駆除の発砲許可出ましたんで。熊が描かれた看板に向け模造銃を構えるハンター。正面発砲する。旭川市で実施された訓練には警察やハンターらが参加し、人里周辺に熊が現れたことを想定して組織間の連携を確かめました。道内では去年、市街地付近での熊の出没が相次ぎました。熊に関する通報は1年間で4055件と前の年からほぼ倍増しています。訓練では爆竹の鳴らし方や熊スプレーの使い方も確認しました。まだまだ寒い2月、ほとんどの熊が冬眠している中、訓練するわけは、熊に出没時期がだんだんあの暖かい、地球の温暖化といいますかね、暖かいせいもありまして、出没が春は早くなっています。熊が出没する季節は目の前に迫っています。早い個体ですと、まあ、おそらく3月の上旬ぐらいから穴から出て動き始める時期、3月中下旬ぐらいから、まあ、あれば食べるというような状況になっていくんじゃないかと思います。まあ、3月に入りましたら、もうクマが歩き始めていると、まあ、思った方がいいかなと思いますね。新しい跡は深追いしないこと、はい、まず自分の安全を考えてください。はい、緊張した面持ちのハンターたち。この日行われたのは、道が去年から始めたクマ対策、春季管理捕獲です。本来熊の猟期は1月31日までですが、人里近くの熊の数を減らすため捕獲しやすい春先の熊を狙います。春は雪に足跡が残りやすく、熊を追跡しやすいためです。今年は去年の3倍を超える64市町村が実施の意向を示しています。普通であればまだ寝てるんですけども、最近は穴持たずという熊がいまして、まだ寝ないで活動していると、まあ、そういうのはまた凶暴なんですよね。お腹減ってるんで、少しずつ圧をかけて出没回数を減らしていきたいと。冬眠明けが迫る中、人里近くでの出没を防ぐため先手を打った熊対策が始まっています。